こんにちは、ベルです、北海道ツーリングの6日目の朝になりました。この日の朝食は、焼きそば弁当を、作って食べました。北海道に来たことない人は馴染みがないインスタント焼きそばかもしれませんが、焼きそばの捨てるお湯で中華スープを作るっていう、珍しい焼きそばで、北海道の人には、昔から、愛されている、インスタント焼きそばです。朝からがっつり、焼きそばを食べて、この日はどうしようかって悩んだんですが、ご覧の通り雨が降りそうな天気だったので、テントをそのままデポしておいて、近くの資料館とか博物館を回ることにしました。映像はオロロンラインを、南に南下しているところですね。オロロンラインを走りながら、なんでオロロンラインっていう名前なんだろうなって思って、後になって調べてみたんですけど、オロロンラインの西側に、手売島っていうのがあって、そこに、オロロン町っていう海鳥が、たくさん集まっていたんですね。でそのオロロン町の、名前をつけてオロロンラインっていう風になったみたいです。そのオロロン町なんですけど、その手売島っていうところに、昔はたくさん生息していたんですけども、最近ではすっかり数が減ってしまって、絶滅危惧種になってるそうです。ごく近い将来で、絶滅の危機が極めて高いそうです。その手売島では断崖絶壁に集まる習性があるらしいんですけど、その、オロロン町が集まってくるようにデコイっていうオロロン町の形をしたものをわざわざ設置して、しかもそのオロロン町が鳴く鳴き声みたいなのをスピーカーでその流してるんですって。オロロンって言って、でそれでオロロン町が仲間がいるって勘違いして、そこに集まってくる効果があるらしいですね。そういった活動をして、だんだん徐々に、オロロン町が増えてきているみたいで、今では年間100羽ぐらいが飛来するようになったそうです。それと、オロロンラインを走っていて、風車がどこにでもあるなって思って、そのことについてもちょっと調べてみたんですけども、この辺苫前のあたりっていうのは、本当に昔からすごい風が吹くエリアらしくって、昔は本当に冬場とかは地吹雪が吹いたりとかして、そこに住んでいる人たちはほとんど外に出ないみたいな生活をしていたそうなんですけども、だんだんそれがその強風すらも楽しんじゃえっていう感じになってきたそうですね。津軽で有名なその津軽凧っていうのがあるらしいんですけど、そういうのをその当時のニシン漁をしていたヤン州っていう人たちが、持ち込んで、その津軽凧っていうのを揚げ始めるようになったそうです。毎年2月頃になると、その苫前で、たこ揚げ大会とかが行われるそうで、興味がある方は、冬の2月の末とかなんでバイクではちょっと難しいかもしれないですけど、車で、訪れてみるのもいいかもしれませんね。でこれはオロロンラインの途中にある、オロロン町のモニュメントですね。隣にちょっとした小屋があって、そこにお地蔵さんが祀られています。誰でも中に入れるんで気軽に入ってもらって、中はこんな感じです。左に見えてるノートみたいなのが、ここを訪れた人が、何でも書いていいようになっていて、
多くの旅人がたくさんのメッセージを、残していました、バイク乗りが多いのかなって思ってちょっと読ませてもらったんですけど、意外とあの歩きで、日本を縦断してる人とかが多かったですね。まあなんかオロロンラインを徒歩で北上するとかって何回か見たことあるんですけど、途中でなんかトイレとかも全然ないし、自動販売機とかもないし、よく本当にすごい根性だなって思いますね。でこれが北海道会長センターですね。さっき言ってたオロロン町とかの、海鳥を、知ることができる施設になっています。入館料は無料なので、こういった北海道ツーリングで天気に恵まれなかった時は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。中は撮影が許可されているのかどうかよくわからなかったので今回は撮れませんでした。まあけど結構無料にしては面白かったですね。海鳥とか、この辺のなんだろうな、生物のことが知ることができてなかなか良かったです。でまた出発して次は、苫前町郷土資料館に向かいました。これがそうですね、建物もなんかすごい歴史がある建物だそうで年季が入っていました。バイクをどこに止めたらいいのかちょっと分かりにくかったんですが、まあガラガラだったのでそこに止めさせてもらいました。入館料は確か300いくらぐらいだったと思いますね。まあすごいいろんな展示物があって面白かったですね。ゴールデンカムイに出てくるあのニシンカスを作る道具だったり、それを切る包丁だったりとかも展示されていました。まあなんか特に推してる、あこれがそうですね、ニシンカスを作るやつとニシンカスを切るやつですね、でっかい包丁みたいな。これはなんか昔の手押しの消防車ですね。実際にまあ苫前で使われてたんでしょうね。これが三毛別ヒグマ事件っていうのの、モデルですね。まあ何かっていうと、大正4年にヒグマに村が襲われて、死者7人負傷者3人を出した大事件ですね。まあ熊嵐っていう名前でいろんな、漫画とか、小説みたいなのも多分出てると思うんで、興味がある方はぜひぜひ、熊嵐とか三毛別ヒグマ事件で調べてもらったらいいと思います。僕も一回、Amazon で、熊嵐っていう漫画を買って、読んだんですけど、それはもう非常に面白かったです。かなりリアリティがある漫画でしたね。これは何だろうな、昔のアイヌの建物を模したやつが、設置されていました。もうなんか建物が若干傾きかけてましたけどねそのうち倒壊するんじゃないのかなって思いながら見てました。2つの資料館を見終わって、もうこの日は、キャンプ場に戻ることにしました。またちょっとこの辺の苫前の、風のことについて話を戻すんですけども、まあ、この辺にたくさん風力発電の、風車があって、その風車って、どういう構造になってるのかなって調べてみたら、まあ、やっぱり、風向きを感知するセンサーと、風の強さを測るセンサーがついていて、その効率よく風を真正面から受けるように、風車がこうなんていうかね、ひまわりが太陽の方を向くみたいな感じで、風が来る方向に風車が、向くようになってるそうですね。それ以外にも羽一枚一枚もその効率よく、風を受けれるように、羽の角度が変化するようになってるやつもあるそうです。
さらになんか発電機もだいたいなんか2つぐらい入ってるそうで、風が弱いときはなんか小発電機で、発電してて、で強い風を受けることができるようになったら大発電機に切り替えたりしてるそうです。まあ単純なただの、風車みたいに見えるんですけど、まあ実際はいろんな、なんかセンサーがたくさんついてたりとか、羽の角度が変わったりとかで、発電機が2種類入ってるとかって言って、いろんな、なんかその技術が使われてるみたいですね。なんかこういうのを整備してる人にがいたら話聞いてみたいですね。僕ももともと機械修理の仕事とかしてたんで、そういうメカニズムを知るのは大好きですね。まあなんかバイク乗ってる人とかって大体そういうのちょっと興味があったりするんじゃないかなって思いますが、今回は資料館みたいなところを2カ所回ったんですけども、まあ旅をバイクで旅をしている時に天気が悪い時は、どうすればいいんだろうと思う人も多いと思うんですけども、僕がその日本一周してた時なんかは、よく利用してたの、は、インターネットカフェ、そこで、まあ本読んだりとか、これから行く先の調べ事をしたりとかしていました。まあ、ただちょっとお金がかかっちゃうのがネックなんですけども、まあシャワー浴びれたりとかするのと、いろんなそのスマホだったりパソコンだったりカメラだったりの充電も同時に行えるんで、まあ便利っちゃ便利でしたね。でインターネットカフェ以外に何かないかって言われたら、あとはまあ公立の図書館とかも、利用したことがありました。ただ、図書館はお金が、まあ、ほぼかからない、ほぼというかまあ無料のとこばっかりなんですけど、シャワーとかがないんで、まあお金に余裕がある人はなんかインターネットカフェの方がいいかなって思いますね。でそういった図書館とかインターネットカフェとかって都会にしかないので、明日天気が悪くなるなって思ったら、旅の途中で田舎の方じゃなくって少し都会の方に行くようにしていました。都会だったら、図書館とか、インターネットカフェがあることが多いので、なので旅中翌日雨降りそうだなって思ったら、少し都会の方に寄っていくことをお勧めします。で、なんだかんだ言ってるうちにキャンプ場に帰ってきましたね。三崎台公園キャンプ場の、昨日泊まってたところのちょっと下になってるエリアなんですけども、ここもテントが張れるみたいですね。こっちは、バンガローエリアになるんですけども、ここは有料みたいです。バンガローの値段もいくらするんだろうなと思って調べてみたんですけども、1棟で5200円で借りれるそうです。一瞬5200円って聞いてなんかちょっと高いなって思っちゃったんですけども、まあ定員4人で5200円ってことなんで、まあ1人で割ったら1000いくらになるので、まあ4人とか3人とかで泊まるんだったらバンガローもいいかもしれないですね。まあ予約が必要だそうなので、いきなり行ってバンガローを借りるっていうことはできないかもしれないので注意してください。まあここのことあんまりよく知らなかったんで、あえてあんな方に回ってきてました。で帰ってきて、ミニロースターを使って焼き鳥を焼いているところです。実はこの時に、カラスに、焼き鳥を1本持っていかれました火にかけてたら鳥も怖がって近づかないかなってちょっと舐めてたんですけど、ミニロースターから綺麗に飛んできてかっさらっていきましたね。で、夕日を見て過ごしたりしてました。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかった
ったら、いいねボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。